はい、皆さんこんにちは、相沢直人です。今回ですね、僕が指導している女性合唱団夢の缶詰で、急遽 NHK コンクールの課題曲に、取り組むことにしました。3回の練習で、仕上げないとならないので、ちょっとその様子をですね、第1回ということで小中高3曲連続で、お聴きいただきたいと思います。ご参考になれば幸いです。ただご覧の通り、ちょっと設定ミスでですね、無駄に良い、画質で、フルサイズカメラの 4K モードで撮ってしまいまして、途中高校の部の途中で、熱でですね、カメラが落ちてしまいまして、途中、高校の部抜けてしまいましたが、ご了承ください。
ちょっと走ると、つまりあんやんららら、ララランララララララランララララランって、もうアクセントが前の小説から準備されてるようなリズム感じゃないと、なんかドラドラがあまりにも唐突すぎて、うん、はい、いきなりやってみましょう。そんな時どうぞ、ワン、そんな時は抑えめで、なんか歌ってください。で、やららやり、次音階が伸びて、やららららら、ここ歌ってもいいです。もうちょっと、やりらややややや、らりらら、はい、心にいきなり来ます。おれえ、心に広げた、C のメソフォルテっていうのはこれは確実にメソフォルテで、さっきのね B になった瞬間のメゾピアノは全員でメゾピアノでしたけど、まあ、半分でメソフォルテですので、まあ、その分、うまいことやってください。で、やらにやらになにな、やらららりじゃ、やらりりり、音楽が変わっていきますので、この弾いてごらんのひ、これ少しあの上昇方向、ひいて、次の休符が見えすぎていて、ひいってこう方向がなくならないように、やーらりりらーん、 C からいきましょう。一本線、ワン、ツー、スリー、に二本線、二本線、瞬間にやや音楽がストップしたように感じるの。つまりミーミーミーチ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 ー、この瞬間、手の瞬間、ミーチーミーチー
クレッシェンドの中だけど、ていあたあたり少しだけこうふわっと歌ってもらっていいですかね。以上を踏まえて、時のっていうのはどこだ、これは3ページですね。3ページの D 直前、ここからバーッと歌っていきます。ワン、ツー、はい。
という感じで、メゾピアノじゃなくてメゾホールってね、いるんだよね。よろしくお願いします。ちょっとね、なんかね、正しく歌っても自信なさそうに声がちなので、しっかり歌ってください。たったとってとったとっと、そうね。今ぐらい結構意志を持って、まあ、フォルテって言ってもいいぐらい歌わないと、こうちょっとね中途半端になりがちな気がします。もう一回やって先に行きましょう。最初の一拍目の当たりが今ちょっと悪かったんですが、まあ、慣れてないだけでしょうから、一回そこ練習します。道で行くって、誰が歌いますか ?97 小節アクタクトどうぞ。切る。まあ、長い人がいる。これ2分音符、2拍で切る場所が多くて大事なので、気をつけましょう。ワン、ツー、はい。どうぞ。でまあ、これもね、先祖君が言ってたんだけども、ここはあの
ツェモルに向かう方の ドラドラマドラなので、わずかにね、テンポ落としたりっていうことは考えないんだけど、わずかにこう重みを持って、いやらら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 らんあらりらりだらららら、この果てしないってところにドラドラマドラの分の重心がララ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 ラ乗ると綺麗かな。ティラリラララからお願いします。それしない地図を胸に秘め、特にこの胸、この MN 聞こえにくいです。もう一回だけどうぞ。重要なのは114小節、このピアノのアーの音に絶対 かぶりたくない、うん、このねちょっとイリアっぽい音の、いきなり最後練習します。最後っていうのは113小節のアウトタクト、一回ゆっくりやるからピアノとの関係よく耳使って、ワン・ツー・はい、ぬるのは僕はやや長いと思ってて、3拍目で頭で切るというよりも2拍目の中で切るようなイメージ。もう一回そうそう、今ぐらいな感覚で、あとはリッドをどういう風にするかってことにはなっていくんだよね。それからややややややや、この S 5音ちょっと低いよ。もう一回ワン・ツー・はい、はい、ではいつ107アクタクト、ページの上でワン・ツー・はい、いつとその113小節は和音が4つ入ってるから、まあ、自然に今みたいにテンポは緩んでくるんだけれども、今のあのリッドかけるのいくらなのちょっと早すぎな、タタタンタタタタタタ、まあね、アルトの音がね結構難しいからね、あの丁寧に歌いたいとこではあるけど、もうちょいうまいことやってください。はい、うん、どうでしょうかね。あと2回やれば大丈夫しょ、大丈夫しょ、大丈夫そうですかね。
ここまでが一番ですね、言ってみればね。で、まあ、変わってるのは、サビが A メロを使ってるってことですね。サビらしい部分が A メロを使ってるっていうのは、非常に珍しいパターンかなっていうふうに思います。で、とても、なんていうのかな、ポップス調のところと、クラシカルにっていうのかな、普通の合唱曲っぽく書かれているところの、が、両方共存していて、まあ、時にはその、どっちをどのくらい採用するかって、塩梅が、重要な気もしますよ、ね。で、基本的にもうちょっと前、A メロ、A メロだよね、A メロ。はじめましてのメゾフォルテっていうのは、もうちょっと、音量あってもいいような気がする、やっぱり。全体的に元気な、ポップスっぽい感じでもいいような気がする。で、一番、こう、合唱曲っぽく歌い上げてほしいなという思うのは2番の、後に出てくる新しいメロディーですよね。Cメロ、Dメロ、わかんないけども。タララリラヤラリララっていう G あたり。ここで歌い上げてもらうので、それまで割とポップなのでリズムをちゃんと立ててそれなりにやってみたいと思います。最初のブッシュベルメは全然聞こえませんね。もうちょっと鳴らして大丈夫。混声版だとね、むしろ鳴らすなって感じがしたんだけども、女性版多分鳴らした方が良さそうでした。では頭からやってみましょう。止めながらやります。
かなメソフォルテの特に、いいかな、ないです。で、繰り返す不時着のこの、あの補完リズムの方、やあらんらら、あらんらら、あらんらら、ちょっとここはあの、どっかで感じて、まあ、叩いたりしなくてもいいけど、いきます、そう、れ。その瞬間になんか後ろからポンと押された感じ、やーらんらら、ポンと押されると足がポンと前に出る、ラーらんらら、らんらら、とおれ、2拍目4拍目タイでつながれた 音を結構強調して、やららやららら、でクレッシェンドは、もっと早く積極的にかけてください、繰り返す不時着あたりからもうクレッシェンドも、どんどんここ音上がっていくから早めに仕掛けて、もうその後さらにクレッシェンドできてるような感じがするから大丈夫。問題は30、31がちゃんとクレッシェンドに聞こえるかどうか、それから31と32の間が、メゾとアルトの間にかかってるスラーが作れるかどうか。やーら振り返れ。でね、他の専属の講習会でも言及したけど、この D とかね、この小説と 小説線の上とか、あの要するに小説と小説の間に、あの横山純子先生いろいろメッセージを残してることが多いわけですよね。これも重ねないから普通、クレッシェンドね、小説ですよ、わざとこうされてるわけなので、ここら辺の意図を読み取る。はい、もう一回繰り返す。どうぞ。こういう書き方、普天四分音符と十六分音符だけども、上みたいに、上の段みたいに、四分音符とタイで結んで、タンタカなんですよ。タン、タンタカタン、タンタカタン、タンタカタータタンのつもりで、タイで結ばれた音をもうちょっとしっかり歌わないと、クレッシェンドはできない。あんまりできてない。もう一回、そう、おいで。メロディー歌いたい人メロディー歌ってほしいぐらい、もう2小節か。あの誰か行って、うん、じゃあ行って、はい、なっちゃんどっち歌ってもらえ、あ、メロディー歌ってこう、はい、2人メロディー、今ソプラノ、あの加工しながらのクレッシェンドだいぶ加工良かったです。もう一回だけやっていただきます。いいぞ、買おう、せーの。
不安そうに歌わないでくれラララララ、まあ難しいよね音はね、うん、ラララララ、この44小節の方、まあ、あの43小節はなんていうのかな、ラーラー、このラーとそんな一生懸命歌わなくていいけども、ラーラーやーやー、こっちはね、あのアクセントの中にも少しあの先に行くスラーみたいなのも感じてちょで、フェスではね入るということです。ではインターバルから言っていただこうかな、感想でーす。それからね、歩いてゆく、ここ3拍、あの2拍ぐらいでなんかこう音楽なくなりそうで、メソが取り残されちゃうから、メソの、やーらーのこの切り口とうまく合わせましょう、ソプラノとアルトは。フィスドゥアからやりましょうか。いいですね、手話も。チェスボート、オレ。いつもの見たいなこの世界で僕らはいつしか地に足が付き始めた、行く場所行かない場所帰るべき場所自分で決めて歩いてゆく、綿毛みたいに風9小節あたりのクレシェンドのあのが全然こう方向性が足りない、うん、空中からジャーミを落とすような、ここはあのやや器楽的なリズムがアンサンブルが欲しいので、トーオトオトトーヤンパパンアタタタンポンっていうのポン、ジャーナー、この4拍目これは少しあのポンというアクセントください。口からいきます。それ。口から徐々に乗せば、小さな目を合わせ、そこであなたに会えればH、思いを込めて優美に、あの著しく音量を落とすようなことはなくていいです。あのすごく豊かな、あのハッピーに包まれた音にしてください。
で、それから、アルトが、やらやらら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 、やらららりらら。これはちょっとバラバラですよね。少し一回、スラ外して、一つ一つの音を、ややこう、念をしながら歌ってくれる。美しい、に、ぜ、い。美しい。とアルトで1回だけやりますが、H の2小節目、ここで伸ばします。美しい緑の瞬間、どうぞ。美しい緑、ちょっとアルトが多すぎるかもな。多すぎる、おすぎる、あーってのはちょっとだらしなくて、もう少し口先閉じて、そうね、お低い、それが低い、2小節、あ、3拍目の1度1点に解決するサス4みたいな音なんだ。ヨドではあるけど。いやーおーどうぞ。美しい緑、そう、いやーやー、もう少し息の量を減らして、そこはメゾと綺麗にぶつかりたい。でもアルトも勝っちゃうんだよね。どうぞ。美しい緑、そう、ソプラノ入って普通にいきます。どうね。美しい緑、役に立たないもの。あ、それも低い。アルトの、フィスも低い。ラフィドレミファゴ。で、それからアルトのこっちじゃなくてあっちです。あっちです。どうも、行きます。そうそうね。詳しく言えないんだけどね。今度見せたいけどね。そしてチェスボードみたいな、やってみようか。愛ですね。愛の前のソステヌート高校は今とても心地よかったです。ワン、アン、トゥ。さっきと全然違う。自分で選んで、なるべくそっちやって。で、そうやってほしくないときは、なんか指示するけれども、多分そっちの方が、ホールの中でもいいと思います。もう一回だけやってみてください。ワン、トゥ、トゥ、トゥ。Thank you.
86小節。ここはね、ピアノのさ、86言っていただけますか。せーの、はい、せーの、せーの。これが、四分音符4つだから、もしも、せーの。実際は、せーの。ちょっとアクセント欲しいわ。果てないこの盤上、ちょうど盤上の盤上、王の方がアクセントをつけられそう。盤上って言ったの。盤上でまたですね、で、その答えが待つ暇、この盤上でのこの見るぞ。ここはもうね、もうトゥッタホルツァですよ。もう超ハイパワーでください。これがかっこよく決まるかの、あのかっこよくって書いてあるのその後なんだけども、ここがかっこよくいい音量で来ないと最後絶対閉まらないってことが分かった。相沢知らで構成版、構成版のとここ男性だったかな、男性の部分だったこれ。なのでもうね、ソプラノとかね、何人か間違えてメゾも歌っちゃってもいいよ。その答えが待つ暇、この番長でみたいな。あの今の、 あの冗談だけど、まあ、本当にやる人がいてもあの僕は知らないフリするなんですよ。そんぐらい欲しい、そこやりましょう。いきなり勝てないこのそれ、勝てない、はい、ああ、言ってくれてもうれしい、うれぴーかも、ノリピーうれぴーかもしれない。じゃあそこやってみようか。ラーそして愛に戻ってください。ワンとツーと。チスが鳴る人がもうちょっといるとかっこいいな。知らないままで息をする。はい、高校の部やりましょう。A はとても良かったと思います。で、が、
に、瞬間で勇気バーのあたりからか、このデクレッシェンドがピアノについてるんですよ。やらららら、ここ少しあのピアノとアンサンブルです、何が起こるかは分かりませんが、もしかしたらメトロノーム通りにはぴったりにはならないような気がします。いやいやいや、この跳躍も曖昧で、コーヒーバードバース、ここはあのこの前専属でやった時は結構ちょっと動かしたんだけど、このピアノはちょっともうちょっとシーンとしてくれ。このクレッシェンドは結構やりましょう。で、一気にいってしまって申し訳ないが、 B の目とね、これね、今のだとここにいるとピアノの3連符であって聞こえる、さようならって聞こえる、さようならあの、だから子音をあの意識的に前、さようならキスの音、結構ね前出さないとかね、やりすぎてもあのちょっと気持ち悪いことにはなるんだけどね。以上踏まえてもう一回 A からいきましょう。頭ってか下の段からです。そんなに S のシーンいらないよ。さーっていらない。さーとかいらない。このピアノのメゾフォルテからあのメゾピアノにリクレッシェンジする中で綺麗に入って、母音がね。どうぞ。だいぶなんかここにいると音色が混じってこないね。なので、アルトは歌わなくてもいい、あの歌うのであったらもっとソプラノの音色が寄らないとね、っていう感じがする、でも歌いたいだろうから頑張ってって感じがするからね。で、さよならやらなら、このどこだこれ、 Cやらら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 、これはね、マリカートじゃないか。
されるように歌ってください。傷の通り、うん、それからなんかあでソプラノそこねブレスしたいんだよね。42小節ね、やーやーやーらーらー、あテンポ遅くできません。ここできないので、あのブレスしないかうまくするかのどっちかになります。とはいえまだ大丈夫かな。C からやりましょうかね。 C あのさっきのメゾ、あの一発でリズム良くなりました。あの2対3のところ今ソーレサイはい、途中映像が、なくなってしまいました。申し訳ありませんでした。まあ、そんなわけで、第1回の N コンの課題曲練習をご覧いただきました。思ったよりですねみんな冬読みしてきてくれて、もう最初からうまく歌えてしまえた部分が、大きいので、本当はこれあの3回までやろうと思ったんですけれども、今後、動画をどのように公開していくかは未定とさせてください。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。